ってるの？ゲームはどこ？よくもルートを台無しにしてくれたわね。君、どういうつもり？え？そっか、わかった。私、とっても忙しいんだから、君みたいなおバカさんとは付き合ってられないの。なんて嫌みったらしいの。君とは友達になれそうもないわね。いったったった、君のせいで怪我しちゃった。もう何なの。ミト？勘弁してよ。ミトなんてどうでもいい。1から100まで興味ない。私はミイラ、あの子たちはミト、あっちもこっちも全部ミト。そう言ったでしょ。どういう種類のおバカさんなの。どこに行くつもりよ。ここから簡単に出ていけるとでも思ってる？そこが出口だと思った？なんだと思う？不思議の国とか。通路なんてないわよ。知らないわよそんなの。それより君はいつまでバグに手間取ってるの。あるわよ。でも私の家が無事ってことはキッチンのバグは解消できたのね。そうだったらいいわよ。バスルームに入って。Thank you.
なんのよ。そんなことを聞くために私の読書を邪魔したってわけ？見たことないわよ。あ、待って、聞きたいことがある。君はここから脱出しようとしてる、そうよね？そう。変に聞こえるかもしれないけど、残って私と一緒に読書でもしない？あっそ、だったらせいぜいバグでも探したら。私が頭をぶつけたのはこれで2回目。君のせいなんだからね。そして、恐れをなすがいいわ。これが私の力よ。どれだけ私が危険か分かった？瞬きすらできなかったでしょ。何よ、納得いかない？きっとバグをいじってる間も周りの様子が見えてたのね。だからもう知ってたんでしょ、この石が事前にカットされてるって。君って本当におバカさん。指を鳴らせばね。私が何のために本を読んでると思う？指を鳴らして全部を解決するんじゃなくって、どんなことも自分の手でやってみたいの。ちょうど本に書かれてるみたいに。夜、その話はやめておきましょう。終わりのない日々のことは考えたくないの。無意味に際限なく繰り返されるだけ。はあ。
見てわからない？君の顔に一発入れるためよ。違うわよ。一発入れるっていうのは冗談だけど、私は変じゃないわ。個性的なの。他の子たちとはできるだけ違う存在でありたいんだ。そんなことわかってる。見て、すごいでしょ。見た？次は手も使わない。いた。ああ、もう。忌々しい物理法則め。君がそのことを気にしちゃうと私もすぐにこうなるの。ドカン。リアリティがどうとか君が語るからだよ、おバカさん。不気味な廊下ね。本当にそこに行くつもりなの？すごいじゃない、まさにヒーロー。はあ、ごめんね、そんなつもりじゃなかったの。君が先に進みたいのはわかるけど、私と一緒にここには残れない？もう少しだけでいいから。私は彼女が嫌い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 。私はどうしてここにいるの？わからない。どうしてわからないの？それもわからない。それに私は絶対にここから出られない。ここに残ってプレイヤー、君と一緒にいると楽しいの。一人の時と全然違う。もし君が失敗したらどうなるの？